岩瀬人則は愛知県西尾市出身の元プロ野球選手。引退後は野球解説者、野球評論家として活動。日本プロ野球における最多登板及び通算セーブ数記録保持者。NPB 最多大記録となる最多セーブ投手を5回、最優秀中継投手を3回獲得している。アテネオリンピック野球の銅メダリスト。百七十四年に 愛知県で生まれる。西尾東高校3年生児の1992年7月19日、第74回全国高等学校野球選手権、愛知大会2回戦で、三好高校を相手にノーヒットノーランを記録。その後、4回戦で敗退し、卒業後は愛知大学へ進学。愛知大学リーグでは1年春から外野手でレギュラー出場。打者として、 リーグ通算101試合出場、384、打数124アンダ、打率、323、9本塁打、64打点。通算124アンダは、神の順一に次ぐ、リーグ歴代2位。1995年春季リーグでは、愛知学院大学戦で1試合3本塁打を記録。外野手として、ベストナイン4度受賞。一方、 1995年周期のリーグから外野手と県民で投手としても登板すると、投手では3期で通算15試合に登板し8勝4敗の成績を残した。大学3年時に外野手として大学オールジャパンに選出されるなど、当時は打者として注目されていた。大学卒業後は社会人野球の NTT 東海に入社。NTT 東海では投手に戻り、 二年目には、都市対抗野球に、新日鉄名古屋の補強選手として、先発登板。社会人、ナンバーワンサワンと評された。1998年のドラフト会議において、中日ドラゴンズを逆指名し2位で入団。この年の中日は1位に指名する選手はすでに、福留光介で確定していたが、地元愛を標榜していた、中日監督の星野先一が、スカウト陣に対して、 地元の逸材を見逃したら許さないと葉っぱをかけていた中で当時スカウトとして各地を駆け回っていた近藤真一が4回くらいまでいい投球をするピッチャーはいますと報告したところ星野は1イニングでもしっかり抑えられれば十分とし岩瀬の獲得を決めたのであった背番号は近藤がノーヒットノーラン記録時につけていた13をつけることとなった オールスター選出場を夢見ていて、星野千一監督には、先発入りを期待されていた。1999年4月2日、開幕戦の対広島東洋ガープ戦で、公式戦初登板を果たしたものの、失点を許し一死も取れずに降板。しかしその後は起用し続ける、当時の監督、星野の期待に応え、シーズン途中から勝ちパターンの系統の一角を担って、 チームのリーグ優勝に貢献し、最優秀中継投手賞を受賞。65試合に登板し、防御率1.57、中継ぎながら10勝と好成績を残したが、同期の新人に20勝を挙げた上原浩二がおり、新人王は逃した。2000年10月8日の対広島戦で、公式戦初の先発登板をし、これが岩瀬の唯一の公式戦先発登板となっている。 なお、岩瀬はこの試合、7回7安打1失点で、勝利投手となり2年連続10勝を達成した。その後は、中継ぎで起用され、特に2002年、2003年は、防御率1点台でシーズンを終えるなど、首脳陣の信頼を勝ち取っていく。2004年には、落合博光より抑えに指名されるが、開幕直前に、自宅の浴室で転倒して、左足小指を骨折した。 それでも2勝3敗22セーブの成績でチームの5年ぶりの優勝に貢献した。8月に行われたアテネオリンピック野球日本代表にも選出された。2005年10月1日の対広島戦において46セーブを達成し、シーズン最多セーブの日本プロ野球新記録。60試合に登板しながら非本塁打例だった。 2006年1月20日の契約公開交渉で7500万円増の推定年俸3億500万円で公開。中日に在籍した日本人選手としては1992年の落合、広光を抜く球団史上最高年俸となった。4月4日の対横浜ベイスターズ戦で9回裏に田村人氏に同点2点本塁打を打たれ9円に失敗した。 2004年9月25日に村田周一に打たれて以来許していなかった本類打を打たれ、非本類打例の記録は対戦打者265人目にして途絶えた。7月30日、プロ入り通算100セーブを達成。10月8日、NPB 史上初の2年連続40セーブを達成。2年ぶりのリーグ優勝を決めた10月10日の対、読売ジャイアンツ戦の11回裏。 3対3の場面で登板し、2回を無失点に抑えて、胴上げ投手となった。2007年4月6日、各現地の持つ、球団記録を更新する117セーブ目を挙げた。7月7日、NPB 史上8人目の通算500試合登板を達成。9月8日、秋山昇に並ぶ NPB 大記録9年連続50試合登板。翌日の九月九日には、 NPB 史上6人目の150セーブ。9月19日、NPB 史上初の3年連続40セーブを達成。シーズン中盤には、速球の球速が時速 140km を下回ったり、低めへの請求に苦しむ場面が目立つなど、全体としては、球威や請求に苦しんだシーズンであったが、8月以降の防御率は1.27と好調だった。 2007年のセントラルリーグクライマックスシリーズでは、第1ステージの対阪神タイガース第2戦から第2、ステージの対読売ジャイアンツ第3戦まで、いずれも8回途中からの4連投で、チームの日本シリーズ進出に貢献。北海道日本ハムファイターズとの日本シリーズの第5戦において、8回まで完全試合ペースの高騰をしていた山井大輔に代わり9回に登板。 三者凡退に抑えて、NPB 史上初の系統による完全試合を達成し、同上げ投手となった。完全試合目前の山野井から岩瀬への系統を行った落合の再敗については、スポーツマスコミ、野球評論家などを中心に賛否両論が巻き起こった。なお、落合は監督退任後の辞書で、あの時の心境を振り返ると、山井は残念だったというよりも、 ここで投げろと言われた岩瀬はきちいだろうなというものだったと思うと記している。北京五輪で投球する岩瀬2008年6月14日、対オリックスバファローズ戦でアレックス・カブレラに557試合目にしてプロイル初のサヨナラ本塁打を打たれている。8月、北京オリンピック野球日本代表として出場したが、韓国代表の李昌洋に逆転本塁打を 打たれるなど大会を通じて10失点、3試合で敗戦投手となった。帰国後は、落合によると、球団には、岩瀬についての講義等の電話が、ひっきりなしにかかってきて、中には、岩瀬の命の危険さえ感じさせられる物騒なものも、あり、その後、スタンドからのヤジにも聞き捨てならないものもあったという。しかし、日本プロ野球史上初の10年連続の50試合登板を、 達成。また、ポストシーズンの無失点記録を22回1、3まで伸ばしている。12月、推定年俸4億3000万円で4年契約の契約公開を行った。2009年4月21日、鈴木隆正の持つ、球団記録を更新する通算五百587試合を記録。 ところが4月25日の対読売ジャイアンツ戦では2点リードから、亀井義行に代打逆転さよなら3点本塁打を打たれて、敗戦投手となる。さらに4月30日の対東京ヤクルトスワローズ、戦では、青木のリッチかに、東部支給を当てて、自身初の危険球退場を受けた。それでも5月12日、NPB 史上4人目、左腕投手としては、 同史上初の通算200セーブを達成。その後7月30日に NPB 史上初の5年連続30セーブ、8月15日に NPB 歴代単独3位の通算228セーブ、8月18日に20試合連続セーブを達成した。終盤は体調不良もあり、当番はできなかったものの54試合の当番で2年ぶりに、 40セーブ以上を記録した。2010年6月16日の対日本ハム戦で通算250セーブを達成。佐々木和弘、高津慎吾に次いで3人目の救援投手として迷宮会入りの条件を満たす。さらに6月23日の対横浜ベースターズ戦では日本プロ野球歴代2位となる通算253セーブ。8月7日の対阪神戦で 自己記録を更新する6年連続30セーブ。2011年は開幕から調子がなかなか上がらず、失点する場面も目立ち、朝尾拓也が抑えとして登板する試合もあった。その一方で5月17日の対、千葉ロッテマリーンズ戦で通算700試合登板、6月16日の対福岡ソフトバンクホークス戦で NPB 新記録となる。 通算287セーブ、9月3日の対、広島戦で、NPB 史上初の通算300セーブ、9月20日の対横浜戦で、自己記録を更新する7年連続30セーブ。9月29日の対広島戦で、NPB 新記録の通算740試合9円登板を達成するなど、後半戦から調子を持ち直し数々の記録を樹立。 防御率も5年ぶりに1点台で終えた。2012年は、オールスター戦を前後して、リリーフを失敗する場面が目立ち始める。7月14日の巨人との首位攻防戦では1対0で9回に登板したが、先頭の高橋義信に死休、その後1・1・3塁となり、代打の安倍晋之助に逆転的時打を打たれて、敗戦投手となり、これが巨人の首位独走のきっかけとなる。 この試合を境に調子を大きく落とし、2日後の対、広島戦ではスクイーズを決められ逆転負け、その後も自身のエラーで逆転負けするなど不振が続き、8月2日に左肘の違和感を訴えて、自ら二軍調整を申し出た。故障や成績不振で一軍登録を抹消されるのは2002年6月、以来約10年ぶりのことである。後半戦は、 大役の山井大介が高騰していたこともあり、平洋という形で中継ぎに回ることもあった。それでも終盤は調子を取り戻し、8月24日の対ヤクルト戦で自らの記録を更新する8年連続30セーブ。最終的にヤクルトのトニー・バーネットと並んで最多セーブのタイトルを獲得した。最多セーブ獲得は、 セリーグ史上最多の5度目、最年長記録を更新。しかし、防御率は前年を大きく下回り、33セーブはストッパーに定着した2004年以降では、自己アースト2位、救援失敗数は8度と、両リーグ最多タイ記録を樹立してしまう。その一方で10月5日の対広島戦では、NPB 史上6人目の通算800試合登板。 入団1年目から14年連続50試合登板となった。巨人とのクライマックスシリーズでは、第3戦でセーブを挙げるが、第5戦の9回裏に一四万塁のピンチを招き、後板、後続が打たれて、敗戦投手となった。シーズン終了後の10月31日に、山崎武史、川上健心、山本正と共に、球団首脳と個別に面談。 球団代表の佐藤によると引退についてお互いを持っていることを直接言い合いましょうという話だという。契約公開では8000万円減とプロ入り後で初の減報となった。2013年4月21日横浜スタジアムにて2013年4月18日の対ヤクルト戦で通算350セーブを達成。5月14日の対日本ハム戦で 日本プロ野球史上初の10年連続10セーブを達成。8月27日の対ヤクルト戦で、自らの記録を更新する9年連続30、セーブを達成。9月18日の対巨人戦で、通算382セーブとし、佐々木和弘の日米通算セーブ数を上回り、前人未到の日本人最多セーブを更新した。2014年。 7月26日の対巨人戦で NPB 史上初の通算400セーブを達成。しかし8月に左肘の張りを訴え、一軍登録を抹消され、NPB 記録の連続50試合登板が15年、連続30セーブが9年ですそれぞれ途切れた。また、防御率も2001年以来の3点台に終わった。11月4日、7000万円減となる。 推定年俸3億円で2015年の契約を結んだ。2015年は左肘の故障の影響で開幕2軍スタートとなり、抑えの座も福谷工事に譲り、プロ入ル初の実践登板なしに終わった。12月7日には2億5千万円減の推定年俸5千万円で一発サインし、翌年の現役続行が決まった。 研究学としては2013年オフの小笠原、道広の3億6千万円に次ぐ歴代2位となった。2016年4月9日に2年ぶりに一軍、登板すると、8月6日の対横浜 DNA ベイスターズ戦で、米田哲也、金田翔一に次いで、史上3人目となる通算900試合登板を達成した。ただし、この試合は一つもアウトを取れず、高木俊人と、 クワハラ・マサユキにそれぞれ敵字安打を打たれ降板、敗戦投手となっている。この年、前年に引き続きセーブを上げられず、防御率は自身ワーストの6点台となるなど不調が、続き、引退も考えたという。2017年、前年に、三浦大介が現役を退いたためセリーグ及び、日本球界最年長選手となった。 この年は3年ぶりに開幕一軍を果たし、田島真嗣につなげる、左のセットアッパーとして起用される。6月は23日の巨人戦で、亀義幸一人を抑えて3年ぶりにセーブを記録し、それまで山本正が保持していたセリーグの最年長セーブ記録を42歳7ヶ月に更新したほか、全14試合を無失点に抑え10ホールドを記録し、 史上最長ブランクとなる12年ぶりの月間 MVP に輝いた。7月21日の広島戦で8回西から投板し、金田正一の持つ944投板を抜き、セリーグ歴代1位となる945投板を記録し、8月4日の巨人戦で、米田哲也のプロ野球記録に並ぶ949試合投板を達成し、勝利投手となった。 950試合登板となる8月6日の巨人戦では1点リードの9回に登板するも1し12類と1打サヨナラのピンチを招く。さらに坂本隼人に宇宙間へ大飛球を運ばれるが中堅守大島洋平がこれを候補。2類を過ぎてオーバーランしていた1類走者の重信、新之助は気類の際に2類ベースを空過ごしており、自打者、 安倍晋之助への投球前に岩瀬が二塁に送球しアピールプレーにより重信のアウトが成立しゲームセット岩瀬はプロ野球単独記録達成のマウンドで通算セーブを404に伸ばしたこの年は4年ぶりに50試合に登板し3勝6敗2セーブ防御率4.79という成績を残しカムバック賞を受賞した2018年シーズンからは 投資コーチ兼任となったものの、セリーグのアグリーメント上、ベンチ入りできるコーチ人数に限りがあることから、ペナント開始前である3月17日にコーチ職を解かれた。登録上の役職は解かれたものの、チーム内での役割は変わらず、コーチ料を含んだ年俸も見直されない。9月16日の対挙人戦で、通算登板数998試合目にして、 プロ入り後初めて満塁本塁打を打たれた。9月28日の大半進戦で1点リードの9回に登板し、NPB 初の先試合登板を達成。1イニング無失点に抑えてセーブも記録した。先試合登板に対し、本人はここまでできるとは思ってもいなかったとコメントした。翌29日には、かつて湯汗につなぐセットアッパーとして活躍し、この試合が、 引退当番となった朝尾から要望に応え、朝尾の投げた直後の9回1試から当番。通算戦1試合に伸ばした。10月2日に記者会見が開かれ現役引退を発表した。10月13日のシーズン最終戦となる阪神戦で同じく同年限りで引退する荒木正宏と共に引退試合が行われた。同点に追いつかれた、 直後の9回裏に3塁の場面で登板し、代打として起用された1998年ドラフト同期入団の福留孝介を3級すべてスライダーで三振に仕留めて現役生活を終えた。岩瀬の引退により20世紀中に NPB 公式戦でのプレーを経験した社会人出身投手が全員引退した。12月2日に自由契約公示された。 2019年からは、CBC テレビ CBC ラジオの野球解説者に、東海テレビゲスト3テレビゲスト NHK ゲストの解説者、中日スポーツの野球評論家として活動。3月1日、翌日に行われる引退試合に出場するために、中日ドラゴンズと育成契約を結んだ。登録上の背番号は204。 二日のロッテとのオープン戦に先発登板し、一番打者の井上春地下から空振り三振を奪って、打者一人で交代した。ユニフォームは現役時代と同様、背番号13を背負ったが、中日はこの年からユニフォームのデザインを新調しているため、岩瀬の着用はこの一回のみとなった。引退試合を終えたため、3月4日に自由、契約公示された。 岩瀬の投球フォーム戦術の通り、日本プロ野球における最多投板及び通算セーブ数記録を保持するリリーバー。ルーキーイヤーの1999年から2013年まで15年連続で50試合以上投板を記録した。数々のセーブ記録から抑え時代の印象が強いが、抑え役に転ずる前の5年間では、先導列や、 エディギャラードなどの抑えにつなぐ中継ぎエースとしても抜群の安定感を見せた。日本シリーズを6度経験しているが一度も失点したことはない。かつては死神の鎌と形容された9回屈指のスライダーが打者の膝元まで回り込んでいくほどの変化とキレを持っていた。一方で本人が重視しているのはスリークォーターから投じる最速時速1 4 9キロメートルの ストレートである。意識して動かしてはいないが自然にムービングファストボールとなっており、入団して初めての春季キャンプで当時性保守だった中村氏がキャッチボールを取り損ねて突き指してしまったほどであった。その後、年齢的な衰えからかスピードが落ちたものの、休速を補うキレは健在であった。チームメートであった川上健新は、 岩瀬さんの本当にすごいボールはストレート。本人はフォーシームだと思っていたけど本当はものすごく動くと語っている。ちなみに本人は引退するまで自分のストレートは綺麗な縦回転だと思いながら引退した。他にはシュートや2012年シーズンにより右打者に限り速度のあるシンカー。2013年シーズンからは学生時代にも投げていたナックルボールの握りで。 ブレーキのかかったカーブを2017年には従来の高速スライダーとは異なる。スライダーとカットボールの中間のような変化で、その変化量が違う2種類の球種を得得した。また、実戦では使用する機会はほとんどないが、シーズン前のキャンプでは毎年のように新球種を試している。打撃面でも大学時代にリーグ歴代2位を誇る成績を残している。 プロの打撃成績は2009年終了時点で48打数11安打で打率。208、3打点の成績を残している。大学全日本のセレクションには中堅守として参加していた。抑えとして起用されるようになってからは打席に立つ機会もほとんどなくなったが、8回途中から登板した2006年7月16日の大阪新戦では、 9回表に立った打席でリードを2点に広げる義費を打った。2015年2月10日、沖縄、茶ャにて左投手であるが、ペンは右手で持つ。あだ名は、野口茂げが命名した、万太郎。由来は、諸説あり、元宮博の漫画、爽やか、万太郎の主人公から取られた説、かつて放映されていた、テレビドラマ、男一番。ためごろうで、 金子信を演じる西尾万太郎から取られた説などがある。同じく中継ぎで活躍した落合英治は万ちゃんと呼んでいる。講師ともに仲の良い川上健信は岩瀬の岩の字から岩山と呼んでいる。川上がメジャーに行った後はチームでは川上の大学時代からの後輩である小笠原隆と仲が良いというオフシーズンに試す新しい球種には マンチャンボールなどの名前がつくこともあった。またファンからは、意見を込めて、死神とも通称される。岩瀬の入団以来の背番号である13は、タロットのダイアルカナで、死神のカードを表すことや、試合の終わりに現れ、相手チームに最後の死をもたらすという岩瀬の長年の役割を、なぞらえたものである。また、岩瀬の決め玉の切れ味鋭く、打者を仕留めるスライダーは、 死神の鎌とも称されている。キャリアのほぼすべてをリリーフ投手として過ごしてきたため、たまにはまっさらなマウンドを噛み締めて投げたい。いつも試合終了まで待っているので、たまには先発して早く帰ってみたいという本人の希望により、オープン戦の名古屋ドーム開幕戦において湯汗が1イニング限定の先発を務めることが、落合監督時代の2006年から、 高木監督時代にかけての例年行事となっていた時期があった。普段はオーラがないと言われている。2007年1月31日の中日スポーツの記事で沖縄で川上と一緒にタクシーに乗った時にはマネージャーさんですかと言われたほどである。酒が全く飲めない。リリーフ起用の理由も1999年当時の中日で 左腕のリリーフ投手が不足していたことに加え、投手チーフコーチだった山田久志が岩瀬が酒が飲めないことを聞きつけ、打たれても連投できると考えたことが一因である。プロ入り2年目のオフにレーシックを受けた。2005年頃から魚、野菜中心の食生活にして、2010年元日から禁煙に取り組んだ。どんな形でもチームが勝てばいいという気持ちで、 マウンドに上がっており、自身の記録にはあまりこだわりがないようである。また、記録は引退後に振り返ればいいとも語っている。小学、中学、高校、大学、社会人、プロ2軍、プロ1軍をすべて出生都道府県で完結し、実動を20年以上プレーした、日本プロ野球史上ただ一人の選手である。ありがとうございます。